はい、ということでどうもこんにちは。今回は、前回覚醒キャラ最強キャラランキング作ってきたんでやっていこうと思います。まあね、直近でベジットブルーが覚醒来て、まあ、見たいよって声も多いんで、やっていこうと思います。毎回ね、ランキング動画でまあ注意事項として話してますけど、あくまで個人的な意見を多く含むランキングなんで、まあ、参考程度にお願いします。あとはね、ランキング動画作るのね大変だったんで、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると、また、別のね、周年、後半だったり映画のキャラクター登場のねランキングも作るモチベになるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、最強キャラランキングトップ10なんで、まず10位からやっていこうと思います。いきましょう。はい、まず第10位から、覚醒マタナゴクイーンになります。覚醒キャラランキングなんですけど、8位ぐらいまではね、そこまで上位の環境では見ないけど、まあ全然使えるよってキャラクターになってますね。はい。で、まあこちらなんですけど、まあ去年のね、3周年前のサイヤ人環境を作り出した、当時の超ぶっ壊れキャラクターですね。まあ今でもね、全然使える性能ではあるんですけど、やっぱり同じ系統のね、緑属性の強いキャラクターがもう出すぎてて、まあわざわざもう、マタナは使わないかなって感じの環境だし、まあ、特殊カバチェン無効が増えてきてるんでね、救出がライジング牽制で使えないっていうのが、まあ、かなりきついところですね。ただね、ステータスの高さと、まあ、やっぱりこいつはね、特殊のカウンターとかあるし、バトル中盤以降のね、泥足ついた火力はね、まあ、全然、まあ、やれないことはないかなぐらいのパワーを持ってるんで、まあ、さすがにね、当時のぶっ壊れキャラクターなだけあって、全然今でも使おうと思えば使えるぐらいの性能はしてますね。うん。特殊カバチェン無効がね、こんなに増えなければね、全然まだまだ相当強いと言えたんですけど、やっぱりライジング受けがね、どうしてもできないんで、こいつじゃ。うん。まあ、当時のぶっ壊れ感はもうないんですけど、まあ、今でもね、使えるっていうのはさすがですよね。1年以上前の覚醒キャラなんですけど。ということで、第10位が覚醒マタナゴクーでした。はい、ということで、第9位が覚醒バカ野郎ですね。ちょっとね、フェスティバル前までは根血対策で、まあ、すごい強かったんですけど、最近の火力インフレ、あとはま、回復ばっかしてくるキャラクターの登場によって、ちょっとね、性能が寂しくなってきたかなって感じ。ただやっぱり、こいつのね、必殺の火力は、現環境でもトップクラスのパワーを持ってますね。まあ、あとね、ちょっとね、バカ野郎以外の、まあ、これもマタナと一緒なんですけど、バカ野郎じゃないね、青の強いサイヤ人がたくさん出ちゃったっていうので、まあ、わざわざ今の環境バカ野郎使わないよねっていう、ウルゴジだったりね、いっぱい頻繁にね、回復能力を持ちつつ、パワーもね、バカ野郎ぐらい出せる、キャラクターがたくさんいるんで、まあ、わざわざ使わないかなという感じですね。ただやっぱり、Z アビと全開アビの汎用性はすごい高いんで、パーティー自体にはね、入ってることはめちゃめちゃ多いですね。うん。あとは、今赤が本当に強い環境で、身勝手とかもすごいね、PVP で当たるんで、そういうキャラクターに対してね、バカ野郎は本当にウルゴジとかにできない、直接当てれるんでね、赤に。そういったところが、まあ一応あるんで、こっちも全然使えなくない性能。むしろ、使いようによっては全然、むしろ強い部類のキャラクターになってくるかなと思います。まあ弱点というか、しっかりとね、中距離とかで使う場合は敵のね、タックルと圧を見分ける必要があるんで、まあかなりね、上級者向けのキャラクターにはなってくるかなと思います。まあよく頑張ったね。未だにアビ役でも使われてるんで、まあ十分でしょう。ということで第9位がバカ野郎でした。はい、そして第8位が覚醒ピッコロですね。まあ正直、もうちょい下でもいいかなと思ったんですけど、この子に関してはね、再生の黄色枠としては、未だにね、一番新しい強いキャラクター。トップのキャラクターになってるんで、まあ、そこを評価して、バカ野郎たちよりは上にしました。いや、でもこいつも相当古い覚醒キャラですけど、使おうと思えば全然使えるぐらいのパワー持ってるんで、すごいですよね。やっぱり変身するときのね、バニッシング回復も優秀だし、変身後のね、時間経過の泥足、本当に強いね。あとは必殺もめちゃくちゃ強いし、特殊でね、めちゃめちゃ必殺持ってくるんで、まあ、常にね、この、キャラクターがね、必殺持ってるものとして戦わないと被せられたりしたらね、かなり痛いんで、まあ、そこはね、使われててかなり嫌かなって性能はしてますね。当時は本当にね、こいつ硬いし火力がもうやばかったんで、相当きついキャラクターでしたね。まあ、ただ未だにね、全然使えるような性能はしてるんで、まあ、さすがだなって感じですね。ということで第8位が覚醒ピッコロでした。はい、そして第7位が覚醒黄色悟空、落ち葉フの悟空ですね。
まあ、割かし最近の覚醒キャラクターですけど、マジでめちゃめちゃ強いです。うん。今結構 PVP で見ますね。っていうのも、ライジングが受けれない環境なのはもう前々から話してますけど、この子は落ちバフ持ってて、しかもね、敵のライジングラッシュ発動時に10カウント待機短縮なんで、まあ、ライジングを確実にね、こいつで受けることができるんですよね。そこが本当に優秀ですね。で、まあ、似たようなね、属性と落ちバフ持ちのキャラクターで、トランクスが最近出てますけど、あっちと違ってね、ライジングの時に10カウント短縮っていうもう、トランクスはね、アーツ受けるたびに待機短縮なんで、そこはちょっと違うんですけど、こいつはそのね、10カウント短縮があるっていうのなんで、まあ、こいつでね、敵の攻撃をもらってる、ライジング持ってる敵の攻撃をもらってる時に、お祈りを挟むことができるんですよね。で、相手が、あ、悟空引いてきたからライジング、ウルゴジとかに、ね、直当てできるやんと思ってコンボ中に打ってきても待機短縮で、すぐ帰ってくるんで、まあ、ライジング持った敵のコンボ中に強気にお祈りがね、挟めるっていうのが、まあ、こいつの魅力かなって思いますね。うん。あとは、やっぱり待機短縮なんで、待機回ってない状態で場に使わされてライジングをね、直当てされるっていう場面も作られないっていうのが本当に優秀ですね。あと結構ね、この待機短縮忘れてる方が多いんで、本当にね、かなり刺さるかなって思いますね。トランクスは今ブースト乗ってんのかな、乗ってないんかちょっと微妙なところでしたけど、確か。もうそろ消えるのかな。こいつは乗ってない状態でも覚醒アビリティとかが乗ってるんで、そこはすごい優秀かなと思います。あとはね、孫悟空っていうのもね、かなり優秀で、身勝手の極意と一緒にね、使ってカカロットは媚薬で刺していけるんで、うん、まあ、そういうところもね、かなり評価して、身勝手とかなり相性いいキャラクターかなって思ってますね。ということで、第7位が覚醒ヒーロー悟空でした。はい、そして第6位が覚醒スーパーベジット。半年前、紫染めでもう嫌というほど見ましたけど、まあ、最近はかなり落ち着いてきましたね。うん。まあ、性能がね、本当にシンプルな強さ、分かりやすい強さですね。場に出た時にアーツ持ってきて、泥足でゴリゴリ殴っていけるよっていう、初心者の方とかにも使いやすいような性能なんですけど、まあ、シンプルすぎるがゆえに、なんかめっちゃ怖いって感じではないですね。ただステータス高くて、なんかコンボ繋げてくるおじさんみたいな。福祉カバチェ向こうがないのもちょっとしんどいかなって感じ。ただ全然弱いってことはなくて、今でもね、PVP で普通に出してこれる性能はしてるし、うん、アビ役としてはね、かなり最高峰の能力ですね。まあ、紫染めもね、最近、ブルーベジータ1周年のが覚醒したりしてね、かなり、まあ、強くなったし、まあその辺のね、まあ、アビ役とかバトルメンバーの候補としては全然上がってくるキャラクターだし、合体戦士パーティーとしてもね、使えるし、本当に、全然優秀なキャラクターかなと思います。ただやっぱり半年前のフェスティバルほどは、まあ見ないですね。うん、こいつ使ってる人は大体後スキブッパーしてくるイメージなんで怖いですね。ということで第6位が覚醒スーパーベジットでした。はい、ということで第5位が覚醒ブルーベジータですね。いや、能力やばいね、こいつ。場に出るだけで交代禁止、特殊のカウンター、メインで踏ん張り貫通、場に出たら打撃ドロー、ドロー速、気力回復。もうてんこ盛りですね。まあ、やっぱりね、能力はぶっ壊れすぎるんで、前回覚醒の時の余ダメージはね、かなり抑えてきたかなって感じで、火力はね、普通に使ったら出しにくいキャラクターですね。ただ、属性とタグが優秀なんで、前回乗せ放題なんで、前回、モリモリで無理やり火力出したりとか、ドヤベジで経由したりとか、まあ、サポート込みで使えば、めちゃめちゃ強いです、本当に。交代禁止、めっちゃ優秀。うん。あと、最近バドスとかも結構増えてるんで、そういう脆い緑に対してね、やっぱり交代禁止が刺していけるっていうのは本当に偉いところかなと思いますね。あとは、まあ、紫の神の木の全開アビリティなんで、まあ、アビ役としても優秀っていうのがポイント高いですね。うん、この子も、かなり優秀なね、最近の無料覚醒キャラになるんじゃないかなと思います。まあ、一番強いのはやっぱ紫染めかな。本当に紫染めって今まで極ベジぐらいしかね、怖いキャラいなかったんですけど、そこにね、新たなエースとして輝けるっていうのは優秀ですね。ということで第5位がベジータでした。はい、そして第4位が、覚醒青バーダックになります。もうこいつは一生腐んないね。経由するだけでスーパーサイヤ人のクリティカル発生率上がってクリティカルダメージ上げるっていう。もう相当やばいキャラクターです。特にウルゴジ。あいつと最強のパートナーですね。全開乗せつつ、クリティカルサポートができる。素でも強いウルゴジにクリティカルがね、出るようになったらそりゃやばいでしょっていうね。パーティー崩壊ですよね。で、最近トランクスの登場によってね、さらに、
スーパースターのね、評価が上がりましたけども、それも相まって、まあ、環境でもかなり見るキャラクターですね。うん。まあ、あと編成難易度とかもね、かなり低く、スパサってね、作れるイメージあるんで、そこも優秀かなと思いますね。で、こいつ自身も別に、経由だけじゃなくてね、まあ、後半結構遅めなんですけど、泥足がついて、まあ、メインでもね、泥足つけることできるんで、まあ、そういうの噛み合わせて泥足2段階で、まあ、殴ったりだとか、究極のバニシング回復使って粘ったりとか、結構ね、まあ、後半以降は、まあ、残されたらだるいような性能してるんで、まあ、優秀かなと思います。ということで、第4位が覚醒青バーダックになります。はい、そして第3位が覚醒ベジットブルーになります。まあ、正直ね、4周年いろいろあったので、身勝手よりも期待されてたんじゃないかなっていうようなキャラクターですよね。うん。で、まあ、4周年始まって10日ぐらい経って、やっと来て、追加されたユニアビをみんなで期待して見てみたら、なんだこれはと。追加されたユニークアビリティが悲惨ですね。これは本当に言える。2周年の超目玉キャラクターが覚醒して、もう本当にね、昔やってたから、もう一回レジェンドやろうっていう方がね、見たら、泣くような追加ユニアビ。うん、なんなんだあれはっていうね。なんならあんなユニークアビリティ1個でいい。一個分のね、性能といっても全然、まあ、一個分としても扱えないような、この追加の2個のユニアビって。ってぐらい悲惨なユニアビ追加。うん。まあ、本当にね、ユニフラもずっと来なかったし、もう前回覚醒来るってなってね、めちゃくちゃ盛り上がったんですけど、残念覚醒と言われる始末。ただですね、ただ、こいつ元の能力がめちゃめちゃ強かったんで、普通にめちゃめちゃ強いです、こいつ。覚醒7。本当に強いです、打撃ドロー。あとは捨て高いし、前回アビも自身に乗る。普通の Z アビリティもね、めちゃめちゃ汎用性高くて、今後バカ野郎みたいな感じでね、使いやすい前回アビ役として使われる可能性もあると。たところで、めちゃめちゃ強いんですよね。あとは交代禁止視察、メイン切った後の火力やばい。究極の火力マジでやばいですからね。火ダメカット貫通 100% なんで、もうメインの火力と素のね、よだめも合わせてとんでもない火力出せます。なんで、もう弱すぎたらね、もう本当にこいつゴミすぎだろって叩けるんですけど、弱くはないんだよね、全く。ただ追加されたユニアビがマジでかわいそう。これを見て、4周年のね、ユーザー、帰ってきたユーザーとか、前までやってたけどちょっと引退してて、ベジットブルー覚醒するんだったらもう一回始めようかなって思ったユーザーが、この追加ユニアビを見て、喜ぶと思って実装したんだったら運営さんはすごいなと思いますね。本当に期待されまくったキャラクターにつけるユニアビではないなと思いました。せめて特殊カバチェ無効欲しかったです。特殊発、ちょっとね、アーマーついただけとは思わなかったんで、さすがにつくと思ったんですけどね。まあ、こんだけ言いましたけど、全然弱くはないです。本当にめちゃめちゃ強いんですけど、ちょっと追加された能力が、悲惨すぎる。まあ、あとは、同系統のキャラクターで、同属性のキャラクターでね、まあ、他のキャラクターめちゃくちゃ強いのがいると。合体だったらウルゴジ、未来だったらホープソード。まあ、神の木だったらビルスなんで、まあまあまあって感じだけど、まあ、正直、ホプソとウルゴジが強すぎるんで、まあ、わざわざベジブル使わないかなってなる人の方が多いかもしれません。うん、ただ一緒に使うとかもできるし、うん。まあ、本当に弱くはないんだけどね、ちょっと追加されたユニアビが、かわいそすぎる。ということで、まあ、叩かれてもしょうがないのかなっていう。まあ、何度も言いますけど、めちゃめちゃ強いのは頭に入れておいてください、本当に。あんまりね、これ以上よだめ上げると交代禁止さとかあるんで、何するかわかんないんで、まあ仕方ないのかなと思いますけどね。はい。全然強いと思うんで、動画もね、これから出していきます。ということで、ベジットブルーが第3位でした。はい。そして第2位が覚醒第1形態フリーザー。悪の系譜の最強紫。マジで強いです、こいつ。うん。まあラス1になったらちょっと何もできないっていうのはあるけど、やっぱ序盤からね、味方のサポートが強い。で、何より、打撃カバチェン。からテレキネシスが繋がるっていうね。はい。お祈りからコンボになるっていう。もうこいつにしかできない、クソ性能です。はい。で、さらに、まあ特徴もう一個は、必殺アーツを素で持ってるんで、デッキに必殺が2枚になるというところで、悪の系譜のキャラクター必殺アーツめちゃめちゃ強いものが多いです。かぶせが上手い人が使えば、もう美しいね、戦いを見せれる。逆に言えば、ぶっ破しまくる人が使えば、もう、噛み合いで、相手のパーティーをめちゃくちゃにしてくるっていうね。
まあ、本当に2種類の系譜使いがいるんで、もう、頑張ってね、対応していかないといけない。うん。ですね。あとは、まあ、チルドとね、相互全開アビが乗るのもかなり優秀なところかなと思います。めちゃめちゃ本当に強いんですよね、こいつ。やっぱり、代用キャラクターがいないっていうのがポイント高いですね。さっきのベジットブルに関してはウルゴジ、ホプソがいるって話しましたけど、この子に関しては代用いないんで、そこも含めてね、評価高めでやってますね。うん。ということで、第2位が覚醒第1形態フリーザでした。はい、ということで、第1位が覚醒ブルーベジータになります。いや、こいつマジで強いよね。抗体禁止究極持ってて、まあ、特殊も体力回復、待機短縮もある、めちゃめちゃ硬い。ライジングもね、まあ、最近は受けれないキャラクターも増えてきましたけど、そこら辺のね、中途半端な火力のキャラクターだったらガンガン受けれると。ところで、めちゃめちゃ優秀なキャラクターです。あとはまあ、一回だけ属性振り向こうもできるんで、まあ、ライジングを等倍で受けれるっていうのも強いですね。うん。まあ、やっぱりウルゴジキラーとしては最高峰のキャラクターですね。今めちゃめちゃウルゴジ強いんですけど、そのウルゴジに強いということで、環境メタのメタと。で、あとは、まあ、緑のね、めちゃめちゃ強い環境トップのキャラクターっていうのが、この子とゴジ4とゴルフリぐらいなんで、まあ、ライバルが少ないっていうのもいいね。さっきもね、フリーザとかの時も話しましたけど、同じ属性でライバルが少ないっていうのはやっぱり、うん、評価高いなと思いますね。あとは、神の木、未来、ベジータ一族。こいつのね、使えるタグ、本当にね、強いキャラクター多いんで、まあ、周りも強いっていうのもポイント高いですね。うん。まあ、現環境の覚醒キャラ最強はこの子なんじゃないかなと思います。うん。ということで、覚醒キャラクター最強キャラランキングトップ10になりました。ちょっとベジットブルーはね、まあ、周りで同じようなね、属性のキャラクターで強いのが多いっていうのと、まあ、もちろん強いんですけどね。うん。まあ、追加されたイニアビがかわいそうって感じですね。うん。というところで、以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると、またランキング動画を作るモチベーションになるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。終わります。